大阪だったんで、セレッソの練習試合とかに足りなかったりしたら呼ばれたりだとか、そういうところで勝ち取ってる選手もいるんですよ。どうも、キジャンネルです。本日は、ゴンさん率いる沼津、はい、アスルクラロ沼津の、はい。宮地なんだっけ、鈴木だっけ。鈴木健一郎選手に来てもらってます。よろしくお願いします。会って会話っていうか、なんか会話すんのちょっと久しぶりすぎて。そうですね、多分卒業っていうか離れて以来ぐらいじゃないですか、サネキ。ゴンさん率いるってさ、俺とかの印象だとなんかこう盛り上げてくれて、実際はこれ言える範囲でいいよ、言える範囲で。実際ですか？うん。練習中はこうなるっていうか、そういうおちゃらけ感はあんまないですね。みんなが思ってるような感じじゃなくて、魂こもった練習してるんですけど、でもあんまり選手とそんなに喋ってるイメージないですね、僕の中で。なんかニコニコ、テレビとかだといつもニコニコしてる感じなんですけど、そんなに、なんていうの、積極的に練習終わった後絡んだりとかってイメージは僕の中ではあんまりないですね。なんていうの、距離縮める監督って結構自分からグイグイ行ったりするじゃないですか。ああ、おい、お前どうなんだよとか。そうですね。どこの時におちゃらけんの？練習終わった後に、ゴンさんが喋ったりするんですけど、毎回。最初は締めつつも、なんかそこから入れてきたりとかはありますね。ストライカーだったんで、フォワード陣とシュート練習してるんですけど、そこら辺はあれですね、結構笑顔でやってるんですけど。っていうかさ、でもさ、大学生とかってさ、はいはい、でどういう風に声かかんの？僕、大学3年生の時に、の前十字靭帯やったんですよ。前十字靭帯？はい。一番やっぱり大事な、大学3年生って大事な時期で、進路を決めていく上で、その時に約1年ぐらい、サッカーできなかったんで、あれなんですよね、就職しようか迷ってて、僕が本当復帰したのが4年生の8月とかで、うん、もうほとんどどうしようかなみたいな時に、アスルクラロの方から声かかって、まあ、アスルクラロの方に行くつもりだったんですけど、関西大学だったんですけど、練習参加の方にサヌキに同級生2人が行く予定だったんですよ。でもその1人の方が試合で怪我しちゃって、まあ、代わりじゃないですけど僕が行ってきてって言われて、で、サヌキの方に練習参加させてもらったんですけど、そこの練習で結構、まあ自分的には動けたって思ってたら、まあまたもう一回練習試合に来てって言われて、1ヶ月後ぐらいに練習も試合にもう一回参加したら、その練習試合でもすぐサヌキの方が決まって、大学の試合とかは多分、見れてないと思うんですけど、サヌキの、当時スカウトだった人は、だから本当2回の練習参加で、多分決まった感じですね。練習参加行ってみてって言われて行って、それで決まるのが大半。そうですね。まあ、それで決まるのは結構多いんじゃないですかね。まあ、でももちろん多分、試合、見に来てると思うんで、もう、スカウトの人は。だそこで、ある程度絞って、で、練習参加した時に多分、どのぐらいできるかとか、プロの中で、多分そこを見てって感じなんで、まあ、結構練習参加行って、その日に、じゃあ来年取るよ、みたいな、話はよく聞きますね。金額とかはいつ聞くの？金額とかは、じゃあ正式なオファー出しますよって、そこら辺でも
電話番号とか聞かれて、ああ、からもう直接やり取りをしてて、スカウトの人と、そこら辺からじゃあ正式にオファーの方を出すんでっていうので、そこでやっと金額とかを提示出されるんですよ。基本的には直接その取るよって決まってからは会って、そこで紙でこういう金額でこういう契約でっていうのを出されて、でまた何日後かに返事くださいみたいな感じで言われますね。でも結局契約書を見てもさ、そんな何が正しくて何が悪いのかなんて分かんないじゃん。そうなんですよ。なんで、まあ、僕の場合は4年生の時に代理人をやってくれる人がいたんで、その人にこういう提示できたんですけどっていうのを相談してたんで、ある程度は話は分かったんですけど、そういうの人が相談できる人いないとかだった場合は、やっぱこれがいいのかどうかっていうの分かりづらいんで、みんなどうしてるのかなって感じですね。ね、今の子たちって支度金ってあるの？ほんとチームによってなんですけど、僕は一応サヌキの時も沼津の時もちょっとはありましたね。支度金を分かんない人がいると思うので、まあ要は引っ越し代とか、はい、ね、家族いたらまあそういうのにもろもろかかるお金だよね。お前まだ独身？独身です僕。ああ、じゃああれじゃん、支度金とかすっげえ安いっしょ。そうですね、だ家族ないと、ね、そうだよね、安いよね、言われます、まあ、そう、よく足元見られてた俺も。そうっすキジさんもですよね。そう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 、独り身だからそんなにお金かからないでしょって言われてたもんえ、でもどっかで俺かかった分だけの領収書持ってきてって言われたとこあって、あ、で僕沼津の時はそうでした。沼津の時はもうこのぐらいっていうのを出されたんですけど、人とかチームによって違いますよね。そうだね、これは全然違うよね、契約の。いやもうよくわかんねえな、複雑だよな契約な。難しいっす。なあ、代理人いないと無理だな。そうっす、いろいろとやっぱルールとかもあるんで。そうだよな。でも大学って全然俺わかんないから、だいたいいつぐらいまで決まんの？ 3 年生で決まんの？何？ 4 年生で決まんの？だいたいやっぱ3年生の全国大会とか出るチームとかはやっぱりその冬のインカレってあるんですけど。ああ、聞いたことある。はい、とか夏の総理大臣杯っていう、あ、そこで結構見に来るんで、全国からスカウトの人たちが。でかい大会で決まることが結構多いっすね。夏のその総理大臣杯っていう大会の前に怪我しちゃって3年生の、なんでその夏、3年生の夏と冬の全国大会関西大学出たんですけど、両方とも僕自身は出れなかったんで、だから大学さ、その3年生の冬の大会が12月にあるんですけど、そこで結構活躍した選手とかはその次の年の1月からのキャンプとかに呼ばれる選手がやっぱ多くて、とか練習試合とか、うん、Jリーグ次の日に練習試合とかあるじゃないですか。 Jリーグの次の日？はいはい、あ、そういうのに呼ばれることも多くて、僕らだったら大阪だったんでセレッソの練習試合とかに足りなかったりしたら呼ばれたりだとか。そうです、そういうのあるの？はい、そういうところで勝ち取ってる選手もいるんですよ。この子いいじゃんみたいな感じで。うん、そうです。だ、僕も何回かセレッソ側で出たりもしたことあって。じゃあ逆に大阪とかさ、そういうなんか地方のさ、大学 J リーグのチームとつながってる大学に行った方がチャンス、可能性あるかもしれないってことだ。そうですね、見てもらえるチャンスがあるんで。だ、阪大の場合、あとガンバも近かったんで、うん、結構練習試合とかもしてたんですよ。
そうです。だそういうのはまあ環境やっぱ大事っていうのも大きいですかね、結構チャンスはありますね。いろいろ大学ではトップチームの試合にあんまり出れてない選手とかもあのプロ決まっちゃうことが結構あるんで。え、そうなの？そうです。だからそういうなんていうの、練習参加でえこの子出てないけどあの全然いるじゃんみたいな、とかで決まることあるんで、うん、だから本当にチャンスはすごい多いですね。